DVD、写真集とか DVD とかすごい好きなんで、なんかね、いくつになっても、なんか自分をこう表現させてもらうね、心の一つとしてやっていきたいなってずっと思ってます。いつも本当に、DVD とか写真集とか、買っていただいてありがとうございます。この仕事始めて10年になるんですけど、メイクってね、しない方がいいな、できればしないでいたいなっていう気持ちがどっかであって、なんかナチュラルっていうものをすごく大切にしたいところがあったんだけど、いや今回のねロケでね、本当のぶくんにメイクしてもらって、あ、メイクってねすごく大切なんだなってね思いました。なんかね、シャドウとかもこうなんちゅうのかな、こうね、見てこのなんちゅうの、このあね、来たこのなんちゅうんですかね、こうなんかこう茶色なんだけど、果たするとね腫れぼったく見えちゃうような感じなのに、こううまーくこう大人っぽい感じで、これは本当にね、いくちゃんと一緒に習おうって話になって、ちょっと習いますので、もうちょっと普段からこう皆さんに綺麗な私を見せ、お見せできることがねできるかななんて思ってます。ですね、そう、なんか本当楽しいロケだったんですけど、なんかねロケ中でもみんなで話してたんだけど、幸せのなんかこととかをね、結構なんか最近私言葉ってすごく好きで、自分ではとっても大切にしたいと思ってるんですね。言葉でこう、もちろん表情とか雰囲気も大切なんだけど、言葉を結局伝えながら会話で成り立つ人間社会だし、なんていうのかな、私も、すごく、でも結構わーって言っちゃうときはノリでバーって言っちゃうときもあるんだけど、絶対こう言葉を大切にしたいなと思ってて、でその幸せって言葉を考えてて、なんかね、そう、ある人はこの幸せっていうのを、すごく幸せっていろいろなとこにあるじゃないですか。だからその幸せを、ちっちゃい幸せをね、いっぱいこう自分で見つけて感じれて、感謝できる、そういうことがいっぱいできる人ってとっても、なんか素敵だねなんて話を聞いて、あ、なんかそうだなって、なんかこう感動するってなかなかこう慣れるじゃないですか、人間って。でこうやっぱり、感動っていうのがどうしてもありがたみを忘れちゃったり、初心忘れちゃいけないと思いながらも、なんかこう慣れてしまう自分がいけないなって、また何かこうそういうところにねまた行くと、そう、ね、みんなに教えてもらったり発見があって、ああいけないこれじゃってまた戻ったりするんだけど、そういう幸せってとっても大切だと思うんですよね。でもなんかそのまたある人が、でも幸せは幸せと感じてはいるんだろうけど、でも幸せと、言葉にしてしまったら、なんかなんていうのかな、その絶対こういい時もあれば悪い時もあるじゃないけど、そういう自然の流れの中で幸せと感じてしまったら、なんかだから幸せなんだけど、満足してしまったらやっぱり よくなりたい、欲ってあると思うんだけど、その欲くなりたい、欲っていうのはそういう向上心の表れだから、あえてそういう、幸せっていう言葉を使わないって人がいて、あ、なんか、あ、それもなんか納得できるし、なんかその私はその両方をなんか感じていたいなって思ったんです。皆さんは幸せをどんな風に考えてますか？なんか一回ね、こうやってみんなと話してみると、いろいろな意見があるし、でまた自分で違う風に思ったりもするし、あーって思ったりとか、だからなんか楽しいですよね、こう話をするってね。以上。そうそう、ね、結婚しないんじゃないか、なんでって思ってる人いるでしょ、私のこと。したいんですよ、もちろん。結婚はね、やっぱりこう女性として生まれたからには、子供も欲しいし、でも仕事もしたいって気持ちもあるし、だからなんかね、なんかいいこういう巡り、きっとね、タイミングとかなんかなのかな、いい人がきっと現れ
うん、私もでも頑張んなきゃいけないし、こういい女になってかないとこうね巡り合わせやると思うし、だから頑張りますので、これからも私を応援してください。